シノカリオプテリクスは、中国のケン類層の窒素から発見された、コンプソグナトス科の肉食獣脚類恐竜の属である。近縁のファシャグナトスに似ているが、シノカリオプテリクスの方が大きい。タイプ標本では、体長2.37メートルで、2007年の時点では、基地で最大のコンプソグナトス科の種であった。 2012年にはさらに大きな標本が報告されている。シノカリオプテリクスは二足歩行の捕食者である。ホロタイプ標本に保存されていた長さは237センチメートルであった。グレゴリー・ポールの2010年の推定によれば体重は20キログラム。シノカリオプテリクスは腕に対して相対的に長い手により、 ファシャグナトゥスなどの他のコンプソグナトゥス科の種と識別される。腕と後足は他のすべてのコンプソグナトゥス科の種より長くおそらく体の大きさと関連する特徴であろう。復元図司のカリオプテリクスは分部の尖った細長い頭骨を持ち上から見ると突形な輪郭をしていた。小さいが前の円に非常に小四条突起のある四本の前腸軟骨葉を 持っていた。ホロタイプ標本ではより大きな歯が6本だけ、上顎骨に保存されていたが、位置の番号は十分に決定されていない。標本キャックス IGT1 では、損傷による2本分以上の秋ともに10本分の思想が上顎骨に保存されていた。頬骨は頑丈で、髪型に突出した前方の分岐を持ち、眼下の前下段部分を構成していた。 外下アゴ窓がなかった。脊椎は11個の頸椎、12個の胴子、5個の潜椎、及び少なくとも49個のおしいで構成されていたとみられる。尾の先端は失われている。尾の神経棘と地道弓骨は後に傾斜している。腹肋骨は非常に短い横方向の節を持っていた。腕においては、 上腕骨が短く、下腕も短く華奢で、尺骨には上体後部の肘とお突起があまり発達していなかった。手は非常に細長く、尺骨と上腕を合わせたほどの長さがあった。2> 第二、中手骨は第一、中手骨の側の上部に拡張していて、中手骨全体がコンパクトになっていた。第二子は細長く、 1> 第1子と同じくらいの長さであった。第3、中手骨は比較的短く細い第3子がついていた。骨盤では腸骨の前の円に小さなキレコンがあった。座骨は骨幹が比較的長く下方に曲がっていた。すねが長く大腿骨の90%ほどの長さがあったので腰は細長く大きかった。足も長く特に 中足骨が長かった。義県類層の他の獣脚類と同じように、シノカリオプテリクスには、原羽毛と呼ばれる単純な糸状の外皮が保存されていて、シノサウロプテリクスで見られるものととてもよく似ていた。シノカリオプテリクスの外皮は、体の各部で長さが異なり、電部から太ももの後部、尾の基部を覆う原羽毛が最も長い。 最長の原羽毛の長さは10センチメートルほどである。興味深いことに、原羽毛は中足骨からも見つかる。この原羽毛は、ミクロラプトルやペドペンナといった4つの翼の恐竜の羽毛ほどは長くも進歩的でもないが、足の羽毛やこれに似た構造のものが初めて出現したのが、今まで知られてよりはるかに系統的には原始的な恐竜からであったことを強く示唆する。 標本キャックス IGT1 タイプ種である、シノカリオプタークスルギガスは2007年に、カキアス、キキョウ、リョクンマサ、およびエンタカシキにより命名、記載された。俗名は、ラテン語で、中国を意味するシナエ、ギリシャ語で、美しいを意味する、カッパアルファーラムダ、コロス、羽を意味する、パイタウロウプシロンクサイ、プタークスから派生している。シノカリオプテリクスは、 コンプソグトスカとしては巨大であるので、主称。ホロタイプ標本である、JMPV-05 から8から01は、両年賞、シゴートン村、久ミチ子の義賢類層、トガディアマミゾ層のバールミアンアプチアン、約1億2500万年前の地層から発見された。この標本は頭骨を含む、ほぼ完全に近い骨格で構成され、 平板状に潰されていて、生体の個体のものである。原羽毛の痕跡が後半にわたって保存されている。2012年に第2の標本である c a ス IGT-1 が記載された。この標本は、ホロタイプのものより大きな個体のものである。頭骨は10%ほど大きく、10cm ほどの差は、性のアロメトリーで説明される。この標本は頭骨を前歯 甲子、胸郭の部分的な骨格で構成される。尾には糸状のものも見られる。シノカリオプテリクスは、元気祭では、コンプソグトゥスカであるとされている。ここに示すクラドグラムは、ダルダスアンドマガーヌッコに従いコンプソグナトゥスカでの、シノカリオプテリクスの位置を示したものである。禁煙種と比較して、シノカリオプテリクスのサイズが大きいことは特筆すべき、ことで、 他の恐竜の系統で大型化傾向が見られるように、コンプソグナトゥスカでも大型化傾向があったことを示しているのかもしれない。シノルニトサウルスを食べるシノカリオプテリクス保存状態の良いホロタイプ標本には腹部の空洞にドロマエオサウルスカの足の一部が含まれており、すね、足首、かかと、かぎ爪が自然な位置で関節状態のまま保存されていた。 この足は30センチメートルほどあり、シノカリオプテリクスの腹空に対しては、非常に大きいものの、明らかに暴ら骨の間に位置していた。2007年、キラはこれはより小さな鳥に似た恐竜を飼っていた、今年さするものだとした。この発見は特に他のコンプソグナトゥス科の種で、腹空内からトカゲや小型哺乳類が見つかるのと同じように、シノカリオプテリクスが俊敏で、 活動的な、どう猛なハンターであったことを示す。2012年、このドロマイオサウルス科の種は仮に体長1.2メートルほどのシノルニトサウルスであると同定された。2012年の研究では新たに動物を飼っていた痕跡の発見が報告された。ドロマイオサウルス類の足の上には羽毛が見て取れる。また下側には二つの消化物の塊が見られる。これは、 羽が鳥のもので、胃の中に、足と共に、まだ存在していたことを示す。スキピオスクスの消化管に保存されていたものを参考に、考えると、消化された食物は十二指腸に位置していたもののようだ。穴子鳥を食べるシノカリオプテリクス、ドロマイオサウルス類の足に加えて、不規則な形状で、直径15から20ミリメートルほどの石が、腹部から発見された。 この石と同様の形状の石は骨格内や周囲の岩盤の他のどこからも見つかっていない。キラはこれらオンクエバサウルスやバリオニクスで見つかった同様のものと同じ遺跡だと解釈した。カウディプテリクスやモンゴルのオルニトミムス類のような他の住脚類でも同様に遺跡が見つかるが、これらの場合には石がはるかに多く小さい。キラはおそらく後者は 草食恐竜であったため、遺跡の大きさと数は植生と対応しているのではないとしている。肉食動物は消化を助けるために少数の大きな石を摂取するが、草食動物は多くの小さな石を摂取する必要があるのだろう。しかし、2012年の研究では、第二の標本には全く遺跡が見つからず、タイプ標本の石は偶然に飲み込まれたものだと結論付けられた。 いずれの場合しろ、特に左能に当たるものはなかったようだ。第2の標本キャックス IGT-1 にはいくつかの餌の痕跡が保存されていた。座骨の下部前方に関節状態にない骨が見つかり、この地層ではとてもよく見つかる原始的な鳥類である穴小鳥の2個体のものであると同定されている。また、13.5センチメートルの肩甲骨が発見されており、 体長1.5メートルほどの装飾の長番類、おそらくユエオサウルスもしくはブシッタコサウルスのもので、あろう。この肩甲骨の表面は13日ほど遺産で溶かされたようで、穴小鳥は立て続きに飲み込まれたものだと結論された。これは定期的に食事をとる必要があるほど、シノカリオプテリクスは代謝率が高かったようだ。 第2の標本で短期間に2羽の鳥を捕獲していたことと、ホロタイプで胃の中に鳥の羽毛があったことから、シノカリオプテリクスは、こういった鳥の狩りに特化していたことが伺える。この植生パターンはキラが考えたように、シノカリオプテリクスは飛べたとではないかということとも、合致する。2011年には、ミクロラプトルの標本の胃の中から鳥の化石が、 報告され、ミクロラプトルが受状性であったことの証拠と、みなされている。しかし、2012年の研究では、シノカリオプテリクスは、全くの走行性、もしくは地上性であり、飛んでいる獲物を狩ることができたこととの関連性は、否定されている。例えば、現在の多くの走行性の捕食者が金類を襲う、時のように、忍び足で近づいて捕食した可能性もある。 ありがとうございます。